ことでも有名です。ということで次に使う道具はこちら、音の鳴るボタン。このボタンを前足で押して私の質問に答えてもらいます。ではボタンはここにセットして、早速挑戦する猫を呼んでみましょう。ミヤコ、私の後ろ側から登場。やってきたのは3つの女の子、お名前ミヤコと言います。ではミヤコちゃんにはまずこの質問から聞いていきましょう。ミヤコちゃん、今日の調子はどうですか？はいや、僕も嘘でしょ。いやいや、頑張ってもらいましょう。みやこちゃん、好きなもの聞いてみようかな。みやこちゃん、行くよ。みやこちゃん、いつも食べてるキャットフードは好き？いつも何で食べてるの？おかしいですね。あ、わかった。今食べてるおやつのが好きかも。みやこちゃん、おやつ。聞いてないのか、バス？いやいやいや、あ、わかりましたよ。最後は絶対丸の質問を聞きます。いいですか、みやこちゃん、私のこと好きだよね。できました。ほらほら、よかったよかった。もう一回確認のために聞いてみましょうか。みやこちゃん、私のこと好きだよ。いや、どっち、仕方ないな。みやこちゃん、こういうこと